2018年春夏の女性たちが憧れるトレンドの雰囲気は、大人の女性らしいさりげなく取り入れる人さじの色気です。この世代の女性たちは、可愛いって言われるよりもかっこいいって言われたいっていう子たちが増えてると思います。で、ただかっこいいとか大人っぽいよりも、その中に女らしさとか華やかさとか柔らかさがあるスタイルを理想としている子が多いかなと思います。ちょっと差をつけるために、なんか柄のスカートにしてみたりとか、綺麗色のパンツにしてみたりとか、ちょっと一点だけ華やかなものを投入して周りと差をつけたいっていう子が多いので、そういうスタイルが春夏にかけて多くなってくるんじゃないかなと思います。特に働くシーンでは、ファッションのアイテムとかコーディネートが限られる分、髪色で華やかさとか艶っぽさとか色っぽさを作りたいと思っている子が多いと思います。それでちょっと違った自分になれるようなヘアカラーの提案は、そんな彼女たちの理想をきっと叶えてくれるんじゃないかなと思います。女性たちが憧れる春夏のトレンドの雰囲気を、ファッション、メイク、ヘアの3つのポイントから見ていきましょう。春夏トレンドというと毎年フェミニンな印象になりがちですが、今季はトレンドアイテムにメンズライクなジャケットやジレ、トレンチコートなどのアイテムが多く使用され、クールな印象のルックが目立ちました。ただ昨年のようなジェンダーレスのクールさではなく、今年は女性らしい色っぽさが絶妙にミックスされたコーディネートになっています。コンサバ層にも取り入れやすい色気につながるアイテムを使用してスタイリングしています。主なアイテムとして、鎖骨見せトップスとショートパンツ、あとシアー素材、あとはシルクサテンの素材を使用したアイテムが主なアイテムです。深すぎない飽き具合が少しの色気を感じさせます。メンズライクのアイテムと組み合わせることによって、より女性らしさを引き立てることができます。シアー素材は素材の向こうに素肌が見えることで、色気を感じさせます。シルクサテンのような、トロミー素材は柔らかい女性らしい雰囲気を際立たせます。キーワードはマットですね。このツヤの中にツヤ肌だったり、そのメイクの中に一点だけマットを仕込むっていうのが今期のポイントです。色気要素はやっぱりそのマットと対抗して、キラキラ系とかツヤ系のアイテムとかツヤ肌とかあるんで、そこでセクシーさとか表現できるアイテムはいろいろ揃ってます。今までマットってリップとかではたまにちょくちょく出てたりもしてたんですけど、今季さらに特徴的なのが、目元のアイシャドウとかでマット系のものを出してるブランドが結構あって、いつもキラキラばっかり出してるのにマットな質感とか出してるぐらい流行ってるんで、そこを1点だけ取り入れるだけでもトレンドのメイクになると思います。春色のカラーが揃っていて、それがやっぱ根元に取り入れるのがポイントです。口元に今までツヤが主流だったんですけど、そこでマットを取り入れることによって、やっぱりいろいろ出てるんですけど、パウダーでのっけるマットリップとかもあって、それをするだけで今季のトレンド感が出せます。どっかマット仕込んだ分、チークとか他のベースとかでツヤ感を出すことによって、全体の顔のバランスを、あんまり全部顔がマットになりすぎると古臭くなったりするんで、そこで今っぽさを出していますね。マットが流行ってる分、そこにあえて光の輝きとか、チークとかでも輝きとか目元に輝き、どっかに一箇所輝き仕込むことによって、よりマットが引き立つアイテムになるので、ぜひそこも取り入れたらより一緒になります。なんか今までは、ウェットだったりとか、なんかかっこいい女性像っていうのが
トレンドだったんですけど、もうそれにもちょっと飽きてきた女性たちがそれにプラスしてなんかちょっと柔らかさとか抜け感とか透け感とかそういうニュアンスを求めてくると思うので、まあその自分らしさプラスちょっとした女っぽさとか抜け感、可愛い要素っていうのをもちろん入れていくんですけれども、どちらかというとその中にやっぱちょっとこう女の子らしさとか、ある意味ちょっとこう大人の女っぽさとか、そういったものをあのミックスした、テイストが非常に流行ってくるかなっていうふうに思ってます。春夏に関してはちょっとこう色気っていうのが出てきてもいいのかなっていうふうに感じていて、なんかもう大胆に色気を出していくっていうよりかはにじみ出てくるような色気を、大人らしさだったりとか少しこう洗練された、まあ、上品なシンプルな中にやっぱりこう綺麗なデザインっていうのが来るのかなと思います。レイヤーがあって顔周りが動いてくるとか、動きのある髪型、ラフな感じとかなんだけどルーズな寝起きヘアじゃないけどちょっとしたこう癖っぽい感じとか色気が多分入ってくるのかな。大人の女性に対してのデザインなので、やっぱり適度なボリューム感とあとはパサついて見えないツヤ感を意識して作ってます。晴れても綺麗なそのカラーの色味だったりとか毛先までその調子が整ってるっていうのがやっぱりすごく春夏はいいんじゃないかなと。ヘアスタイルもちょっとこうやりすぎないラフな感じの大人な雰囲気が似合うと思います。春夏にかけてのトレンドはいかがでしたでしょうか。今期の女性たちが憧れる人差しの色気を表現するオルディーブセンシュアルラインの魅力をお伝えします。単色系の透明感を維持しつつも、少しのパープル味で、ツヤ感がしっかり感じられる素材の美しさを感じていただけるっていうところが魅力なのかなと思います。顔色がやっぱり気になるっていう方が多いので、パープルの色味があるともっと馴染むよとか肌色も明るく見えるよっていうあの提案の仕方がかなりできるのでいいと思います。お客様にとってはやっぱり髪のツヤを感じるヘアカラーになってくるので、赤みを打ち消してドライな質感にならずにツヤを手に入れられるカラーになるかなと思います。いつものカラーリングだとよくあるのが、明るすぎるとどうしてもドライになってツヤが出ないんですけど、明るい場所でも結構ツヤ感が見えて安心できるカラー剤ですね。今回のセンシャルアイシーグレーは低明度から中明度のトーンだと結構落ち着いて見えるカラーなんですけども、光に当たるとすごい透け感が出て柔らかく見えてくれるので、職場であんまり派手なカラーにできない人でも楽しんでもらえるようなカラーだと思います。どんな人にでも似合わせられるのがあの特徴で、あのくすみすぎずでツヤが出てなのに透けてるっていうキーワードが全部含まれているので、すごいいろんな人に提案しやすいのかなって感じてます。モノトーンに高彩度ツヤエッセンスをプラス、ツヤと柔らかさどちらも兼ね備え、人差しの色気を表現するツヤモノトーンへ、オルディーブセンシュアルラインをぜひお試しください。